皆さんこんにちは、浅川亀仙流チャンネルの浅川です。今回はですね、ミニッツカップファイナルの時にですね、レギュレーション発表の際に、今年、FWD クラスが、なくなってしまったということで、今年4クラス、ナロー、ワイド、オープン、AWD クラスの、4クラスの中でどれに出ようかなと思った時に、ちょっと AWD クラスに挑戦しようかなと思った時に、たまたま、その横にですね AWD クラスのスペシャリストの方がいたもんでですね、ちょっと、お願いをしてみました。ちょっと今年このレギュレーションだと、今の段階だと僕は AWD に行こうかなと思ってますので、とりあえず九州のゾンさんのところに車を送って、そこからスタートしたいなというふうに思いますので、高いですよ。マジですか？お友達価格でお願いします。ました。はい、という、2023年のレギュレーション発表でした。そういう感じの、お願いを快く引き受けてくれたんですけども、でそちらの、マシンですね、僕のマシンを九州に送ってですね、向こう到着して、僕のマシンを見たところから、そこのどこを手直しして、でどういう状態になったかっていうのを、ゾンさんのブログの方で、ご紹介していただいたんですけども、最初僕の車を見た最初の一言目が、何これジャンクと、ボロボロの状態で、唖然としていたようです。はい、ジャイロなんかも断線したりとか、かなりひどい状態だったようですけども、そのゾンさんがですね、こちらの方を手直しして、こちら送ってきてくれましたので、今日はスーパーラジコン秋葉原店の方に来て、いよいよシェイクダウンをしてみたいと思います。ゾンさんこちらの方レースではもうすでに使っていて、なんと地元の KMC というところのレースで、ミニツカップファイナルの AWD クラスで、グランドファイナル A メインですよね、走ったチャンプ選手と一緒に走って、こうずっと、1位2位をこう抜く、おい、なんだろう、勝負したところで最終的に優勝した、優勝したマシンということで、もうマシンはもう間違いないようですので、今日はこちらが、スーパーラジコン秋葉原店のハイブリッド路面で、通用するのかどうかというのを、ゾンさんの方もすごく、興味があるようでしたので、ちょっと試してみたいと思います。はい、こちらが、帰ってきた僕の AWD になります。はい、各部、いろいろとですね、こう手直しとかしてあります。でこのオレンジのパーツなんかは、これは、E リングっていうか、特殊な形をして、サスピンを止めるパーツなんですけども、すぐなくなってしまうということで、基本的にはみんなこうこれは使わずにいろいろ工夫して使っているんですけども、ゾンさんの場合はですね、なくなるなら作ればいいということで、なんとこちら 3D プリンターで作った自作品ということで、練習用に使うということで、このようなものがついています。はい、ちょっとですね、ブログの方を見ていただくと、どこら辺をこう、手を加えたとか、いろいろと書いてあるので、詳しくは、ゾンさんのブログの方を見ていただきたいんですけれども、僕もブログの方をいろいろ読ませていただいて、この部分をこういうふうに、調整したんだなというのはなんとなく分かっているんですけれども、赤モーターの AWD というのはなかなか今まで走った経験がないので、これからちょっと走らせてみたいと思います。はい、それでは早速走ってみたいと思います。今回は、こちらですね、 EXNEXT の方に、ペアリングして、走っていきたいと思います。ボディはこちらマクラーレン 12C を使っていきます。はい、それではもう完全に初見なので、ちょっとおっかなびっくり走っていきたいと思います。結構ゴロゴロ転がりそうなので、他の車の邪魔にならないにしたいと思います。トリマーっていうかな。はい、行きます。あ、やばい、普通に走る。あ、僕の知ってる AWD じゃないわこれ。あー、なるほど、やべ、普通に走っちゃってるわ。ゾンさんありがとうえ、違うよ、僕がやってた AWD はこうじゃなかったですよ。曲がんなかったですからね。あ、そうなんだ。あ、そうですか。これはですね、いいスタートラインに立てたなっていう感じがします。普通にもうコンパクトに細かいところが曲がるので、
あのここですね、このあのインフィールドが僕が前やってた時は全然曲がらなかったんですよね、はい、今ちょっとこのストレートエンドのここだけちょっと今アンダー出ちゃってるんですけども、それ以外のところはもう全然普通に、これ完全に初見なんですけども、今のところまだ1回もフェンスに当たってないぐらい、あ今当たっちゃったけど、割ともう普通に走れる、そんな車になっています。これは煮詰めていったら全然戦えるんじゃないかと思いますね。一応話を聞く限りではタイム的にはワイドツーリングと同じぐらいのタイムは出るんじゃないかということなので、まあ、ひょっとしたら、AWD のレースがないときはワイドツーリングの方にちょっと混ぜていただいて、こう練習とかできたらいいのかなというふうに思います。なるほど、赤モーターということで、ちょっと僕には手に負えないんじゃないかとかなり、思っていたんですけれども、こうやった限りでは慣れていけば全然いけるのかなという、ちょっと希望が見えてきたシェイクダウンになりました。はい、それではですね、まあ、僕一人でやっても、まあ、あれなので、たまたまスーラジにいらっしゃった、僕の撮影でもよく、協力していただいている、サンプル太郎さんにちょっと、走っていただこうと思います。よろしくお願いします。サンプル太郎さんは、まあ、ミニツカップファイナリストにはなっていませんが、もうレースでは、いつも上位に入ってくる実力者ですので、この特にオープンクラスもよく、走らせているので、このぐらいの速度域は全く問題なく走れると思ったんですけども、うまいですね。やっぱり僕より全然ラインが綺麗です。やっぱりしかもスーラジにも慣れているので、これはいいですね。なるほど、さすがにこうラインが綺麗っていうか、うん、こういきなりあのこれを組み立ててくれたゾンさんも、あの普段自分が走っている KMC のコースでしか、走ってないセッティングなので、ハイグリップの、スーラジだとどうなるかわからないっていうちょっと不安に思っていたようですけれども、全く問題ないですね。送られてきたまんまでペアリングしただけの車がいきなり走ってしまっています。なるほど、こちらの、車ですね、まあ、どういう、セッティングっていうか調整をしているのかを、まあ、知りたい方はぜひゾンさんのブログの方に、細かいこと書いてありますので、もう本当にあれは AWD の教科書と言ってもいいぐらいの、内容となっていますので、ぜひそちらを参考にしてください。URL の方は概要欄の方に貼っておきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、というわけでこちらが今走ってきた MA030 の AWD になります。はい、まあ、後ろは BWS になっていて、スプリングは黄色ですね。はい、でこちらはインナーチューブではなくノーマルタイプのダンパーになっています。フロントの方は、まあ、若干車高というかスペーサーで、調整はしているんですけども、ショートの紫とかなり柔らかいスプリングを使っています。まあ、僕がこの間 FWD で使っていったスプリングもフロントショートの、紫だったので、こちらの、MA030 系のマシンにはフロントショートの紫っていうのは意外と合っているのかなというふうに思います。でギア比の方が今年の方から、規制緩和というか、今まで15-31だったのが、ピニオンフリーになったということ でこちらは17-31と一応1個上のギア比になっているそうです。でタイヤの方はフロントこれはスーパーローファイトスリックということで、はい、まあ、こういう形の車になっています。というわけでですね、今後、これから2023年のミニツカップシーズン始まりまして、まあ、僕もマシンが戻ってきたということで、ようやくスタートラインに立てましたので、これから、どんどんこちらのマシンを使って、練習していきたいと思います。それで実はですね、まあ、ブログの方でゾンさんのブログの方で書いてあったんですけども、僕が今まで AWD で曲がんない曲がんないって言ってたのがですね、どうやらこの基板 ICS の方設定の時に間違えてですね、本当は MA030 の ICS の設定をしなきゃいけないところを
MR03 の ICS の設定を入れてしまったということで、ステアリングの切れ角が全然足りない状況で設定されてしまって、それで曲がらなかったということだったらしいです。はい、今回これを走らせて、僕が今までやっていた AWD と明らかにこう切れ角が違ったのでびっくりしてしまいました。はい、まあ、そういうわけでこちら、今後ですね、まあ、ゾンさんの方せっかく作っていただきましたので、頑張って今年もファイナル行けるように頑張りたいと思います。というわけで今回はこちらですね、MA030 をちゃんと走るように調整してもらったものがスーパーラジコン秋葉原店の、ハイグリップ路面で走れるかのシェイクダウンをしてみました。